未来にも変わった動物がいたが、大昔の動物も変わっているな。氷河期のナウマンゾウ、寒かったんだろうな。ナウマンゾウは寒かったぞ。バトルスピリッツ、バトスピやろうぜ。 X、 未来から来たカリスマジャスティス橘と対戦するのは新田直樹くんだ。頑張るぞ。行くぜ。ゲートオープン、開放。直樹くんのターン。マスク要塞都市ナウマンシティ配置。ナウマンシティの効果で奇獣要塞ナウマンガルドを召喚。ナウマンガルドでアタックだ。ダブルシンボルを。レンジェイケラスト2枚だ。ドローするな。武蔵色アシュライガーを召喚。アシュライガーでアタック。ライフで受ける。シーム召喚。ナウマンガルドアタック。デルタバイア。ナウマンガルドではライフが減らせないぞ。モノキャロックでアタック。ライフに行きます。これが俺の正義だ。今回の勝者はジャスティス橘だ。直樹くん、残念だったが君も素晴らしいカードバトラーだ。ジャスティス橘のバトル解説。奇獣要塞ナウマンガルドは相手によって破壊された時、3枚ドローし、ボイドからコアを3個リザーブに置くことができるダブルシンボルのスピリットだ。さらにレベル2では自分のアタックステップ終了後、ドローステップかリフレッシュステップ、メインステップのどれか一つを行うことができる強力な効果を持っている。奇獣要塞ナウマンガルドと新たな戦術で勝利を目指せ。ジャスティス道場。これが最強の答えだ。今週の質問。静岡県デッキ真似させていただいてますさん、11歳からの質問。紫のコア外しでスピリットが破壊されたら、相手による自分のスピリット破壊後のバーストは発動するのですか。いいや、発動しない。コアが0個になった時点でスピリットではなくなるので、スピリットの破壊ではなくなるぞ。今週の1枚。北海道戸頭くん13歳からのリクエストは、巨竜帝カタストロフドラゴンと相性のいいカードはどれ。金牛竜神ドラゴニックタウラスがおすすめだ。カタスの効果で激突を持つ X レアタウラスをコストを支払わずに召喚。とどめのダブルシンボルアタックを決めろ。対戦希望者はカートゥーンネットワークのホームページへ今すぐアクセス。今回のバトルで使われたデッキレシピも公開中だ。バトスピヒーロートレーナー。ヒーロートレーナーがバトスピを教えてくれるぞ。どしどし参加しよう。This is my justice.